CCP って、あの、筋肉マンのめっちゃマッチョなフィギュア出てるところだよね。そこからあのね、怪獣も出てて。シリーズ名がね、6分の1特撮シリーズってやつなんだよね。怪獣出てたの知らなくて、俺たまたま見つけたの。防具星人。俺は大好きだ。あの、セブンに出てくる。あ、でもパンドも好きだけどな。でも一番好き。防具星人一番好きな。星人、防具星人が、なんとね、この CCP の筋肉マンのさ、すごい造形のさ、筋肉造形のフィギュアの多分同じだと思うんだよね。同じだよね、この CCP ってね。CCP6 分の1特撮シリーズ、甲冑星人、防具星人、ハイグレーディーバージョンということで、ポーやばくない？ハイグレードバージョン。で、これね、再販なんだって、再販。前のシリーズはね、アドベントバージョンって言うらしいんだけど、それとも全然、あの、ウェザリング塗装が、セブンとの戦闘シーンをイメージして、ウェザリング塗装が全体的に施されてるんだって。アドベントバージョンは墨入れと足元のちょっとした砂ぼこり程度だけだったらしいんだけど、今回のはもう全体的に、ウェザリング塗装。もう、これセブンと戦ってる最中の、まあとにかく、前のやつがパワーアップしての再販らしいから、いや、よかったらこっちで、ゲットで、あの前のシリーズも持ってたらさ、比べられたんだけど、目の前で。俺持ってないから、ゲットしたらね、またあの、前のやつ、あ、ここにありがとうございます。なんか入ってるね。いろいろ注意書きが書いてあったね。注意書きが。そして、この中に、防具星人が、おお、すごいすごいすごい。いや、マジでか、めっちゃ嬉しいわ。俺の大好きな防具星人がさ、こんなでかいフィギュアになって登場する。しかも CCP っていうのが、おーすげーCCP の、うわ、でっか、めっちゃでかいね。うおCCP が、そうかそうか、あのビームのね、そう、ポーズしてるんでね、これ。防具星人。防具星人がね、ビームこっからピョーって出すんだけど、そのビームの出す時のポーズ。レーザービームをね、まあヘッドビームって名前なんだけど、そのヘッドビームをこう出して、防具レーザービームを出して、ブギーっていうポーズを切り取った、お、でけえでけえでけえ、あの CCP の筋肉マンとかとほんと同じぐらいのサイズだわ。かなりでかい。うわ、すげえ、クオリティ見て、クオリティやばくない？あの劇中だとね、この辺まあ甲冑星人っていうことで、全身がカチコチなんで、やっぱカッチを身にまとってるみたいなね。でも劇中だとね、ここやばそうなんでね、ペラペラしてて、フリフリしてて、まあ肩が動けないからね、やばい素材にできてるんだろうけど、すごい、プリプリしてやばそうなのだが、これは硬そうですね。ちゃんと。で、口元もちゃんと再現されてる。うわぁ、甲冑星人だ、すげぇ。で、面白いのがさ、防具星人ってね、第27話サイボーグ作戦っていう話に出てくるんだけど、その話に出てくる防具星人全員女の子なんだよね。だからピット星人みたいに全員女、メスしかいない種族なのか、それともたまたま地球に来た子たちが女の子だったのか、それとも、ね、どういうことか、総合もなんか謎があって面白いよね。あ、これ稼働するんだな。これだから女は、首チョンポで最後やられるんだけどさ、ビームかわされた後のポーズがすごい可愛いじゃん。なんかこう、手を、ね、握ってね、こう、顔の力でこうね、悔しいみたいな感じするんだよね。もう女の子なんだよ、完全に。で、やばいって逃げる、こう、逃げるんだけど、逃げてるところをね、アイスダッカーで首チョンポされてさ、首落とされて泡がブク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 って出てきて、それで終わるっていう悲しい最後なんだけど、スーファミのさ、やつも泡出てきたっけ？スーファミのやつ泡出てこないよね。俺スーファミのさ、ストツーみたいな対戦ゲーム持ってたんだけど、セブンの。それでもなんか顔し方がすごいね。攻撃をかわすときそれぞれみんなね、ポーズがあって、こいつね、ヒュッ、こっち行くんだよね。ヒュッて。それが攻撃かわすときヒュッてこうかわすの。それこっち見るのがすごく可愛くてね、よく、可愛いなと思って見てたんだけど、防具星人、スーファミのね、あれでさ、アイスラッカーで決めたら泡出たっけ確か。あれ、ちょっと気になる。いや、出なかったっけな、そこまで再現しなかったかな。うっす、後ろも、甲冑みたいでしょ、ほら、甲冑。これをウェザリング、あ、確かに砂ぼこりのさ、なんかあるね、土汚れっていうか、これは全体的に施されてるんだって。あと、墨入れね。墨入れは前のやつもあったと思う。お、ほんと汚えもん。さすがウェザリング塗装。セブンとの戦闘シーンを再現してるから、もう砂ぼこり、まみれまくってるね。おー、面白い。で、このレーザービームのね、このヘッドビームのシーンですよ。ポーズですよ。シューンってこっから出すんだよね。
でウルトラマンにかわされてね、悔しがるんだけどさ、あれがもうまさに女の子でね、めちゃめちゃ可愛いっていう。でもメスしかいないからガチで。でもそれはそれで熱いよね、なんかかっこいいよね。アマゾネスたちみたいな、戦士たちみたいなね、屈強な女戦士たち、甲冑星人、防具星人。いや、いいね、熱いね、それはそれでね。めちゃくちゃでかいわ、これ。こんなでかかったんだな。あの、上の新ウルトラマンほどじゃないんだけど、あれ60センチくらいあるから、それほどじゃないんだけど、これ側身だよな。側身の中ではかなりでかい方だよね。足もちょっと稼働するしな。面白。それがちょっといいな、これ稼働するな。まあ、CGP の筋肉マンのやつも稼働するもんね、首とかね。これ首稼働、あ、首稼働するわ、ちょっと。おおおおお。すげえすげえすげえ。首が稼働する。置いてみるとね、こんな感じで、デカさが際立つね。うおー、でけえ。すごい迫力。めちゃくちゃでかいね。防具性。しかもあの、スーツそのまま再現してるね。あの、なんだろう。足長くなったりとかさ、ね、肩幅広くなったりとかさ、なんかあの、アニメっぽい加工っていうかさ、なんかそのままスーツのさ、スーツをそのまま小さくした感じの、ね。だからいいよね。あの、変に足長くなったりしてないっていうのが、ほんでスーツ、この中に人間入ってそうな感じのさ、あの、鈴木さんが入ってそうな、スーツアクター鈴木さんだったよね。その鈴木さんが入ってそうな感じの、めちゃめちゃいいわ、この人間味あふれるスタイル、ボディがめっちゃいいね。素晴らしい、たまらんわ。うわー、すげえ、これもう一個、あの、もう一個アドベントバージョン、前のやつ欲しいな。比べてみて、あの、前のやつネットで見てみたんだけど、確か綺麗だわ。こういうあの、ウェザリング塗装がないから、すごい綺麗。もうシルバーボディの、すごい綺麗なボディなんだけど、個人的には、やっぱ、セブンと戦ってる最中のこの汚いボディがいいな、あの砂ぼこりのね。比べてみるとすごいわかるけど、めっちゃ汚いもん、こっち。ウェザリング塗装されてるから、ウェザリング彩色されてるから、めちゃめちゃね、汚れてるんだけど、そこがいいんだよね。セブンとの対戦で、こう、最後この逃げるシーンでも可愛いしな。で、逃げるとこ容赦なく、アイスなんかでとどめを刺す、このセブンの容赦なさはいいよな。なんかほんと、この27は全部いいよね。なんか27をサイボーグ作戦で、ね。後ろから見ると、こんな感じ。いや、でもやっぱりなんか、どこが女性らしさは感じるかなと思ったけど、ねえな。女性らしいとかあんまり、もっとボインコバインコだったりとか、あと、くびれがあったりとかしたらね、女の子っぽい感じもしたんだろうけど、まあ、仕草は女の子っぽくて可愛かったけどね、さっき言ったビームかわされた時のあの、キーって感じもなんか、すごい可愛くて、女の子っぽかったけど、すげえな、こんなかっこよくてさ、メスっていうのが面白いよね。まあ、ピット星人みたいな感じで全員メスかもしんないしな、男の防具星人はもっとでかくてマッチョな可能性もあるよね。男の防具星人はさ、かなりもう、肩もやばい、ガタイがやばいっていうね。これ女の子だけど、男はもっとでかい。で、全身ブラックボディとかさ、めっちゃかっこいい。出てきた目が赤くてね。すごく楽しいだね。そういうなんか夢を膨らんでくるようなね、謎があるとね。すごいいい感じだったわ。ほんと、ウェザリング塗装が最高だね。マジあの、パッと見は汚いんだけどね。前の旧バージョンと並べたら多分こっち汚って思うんだけど、これもセブンとの戦闘シーンをね、意識してこのわざとウェザリングをしてる、ウェザリング彩色をね、塗装してるということなので、こっちのやっぱなんか、戦いの、いやまだもうお互いにマウント取り合ってぶん殴りまくってたもんね。すごいよ。セブンもちょっとグロッキーになってた。おぉおぉ、まぁ、甲冑星人だからな。パンチ重くて硬いんだろうな。全身カチカチのボディだ。おぉ、かっこいいな。でもなんといってもデザインだよね。デザインが本当にかっこいいわ。パンドも俺すごい好きなんだけどさ、やっぱり防具星人がセブンの中では、まあ、クレイジーコンとかもね、思い入れ深いもたくさんあるんだけど、やっぱその中でも防具星人が一番いいな。ということで、今回は CCP のね、まさかの CCP でこんなかっこいい防具星人手に入るなんて思ってた。もう CCP イコール筋肉マンってイメージあったのに、他にもフィギュア出てんだね、たくさんね。多分、たくさんこれ、あの、特撮シリーズって書いてあったから、他にも、出てると思うの、成人怪獣が。まあ、怪獣がね、出てると思うんだけど、他にも調べて欲しいのあったら買おう。やっぱ CCP シリーズだからさ、クオリティがもう見て分かる通り高いんだよね。もうどのアングリング、どの角度から見ても完璧だもんな。あとビームのこのね、あのヘッドビームのシーン。あの、防具星人のさ、ヘッドレーザービーム、これレーザービームのヘッドビームのところがいいよな。このポーズ切り取ってくれてるのがすごくかっこいいわ。いやー、よかった、買ってこれ。あと、旧バージョン、アドベントバージョンか。それもゲットしなきゃな。どっか売ってるかな？すごい昔のらしいからさ、もう手に入んないかもしんないけど、中古ショップとかでもし、あったら買って、あの、比べてみんなで見てみようか。この防具星人の違いをね。次、エレキングとかも、
あるのかなこのシリーズ欲しいね。これぐらいやっぱでかい方がさ飾って迫力があるから、もうでかいフィギュア即日どんどん集めていきたいんだよな。もっと60センチくらいでもいいけどね、個人的にはね、個人的にはさ、シーウルトランぐらいのでかさ、これぐらいでかくても全然いいんだけどさ、あんまり売ってないじゃんこういうでかいやつって。このいやこれでかすぎるもんな、60センチだったよね確かね。だからそれぐらいの防具性でもそれぐらいでかくても良かったんだけど、まあ、もしエリキングとか他にもあった俺好きな怪獣たくさんいるから成人とかで、ね、もっとゲットしていこうかな。こう CCP のやつでねあるって分かっただけでもラッキーだったから。それではまた次回、次のあと筋肉マンのフィギュアも集めていきたいよね。 CCP でねかっこいいのたくさんあるから、俺あれ欲しいんだよな。サムソンティーチャー、サタンクロスね、サタンクロスあるらしいな CCP。 あとオメガマンね欲しいんだけど、なかなか売ってない、手に入んないんだよな。くそ。売ってたとしてもすごい高くてね。まあ高くてもいいか、まあ売ってたら買うけどね。売ってたらもうゲットするけど、高くても。そもそも売ってないからさ、すごい楽しみな。このクオリティだからね、ほんとスーツ中に人間入ってるみたいじゃないこれ。すごいよな。こう中に人間入ってる感がたまらんわ。スーツ、成人のスーツをそのまま小さくで、ね、こう、フィギュアにしてくれた感じがマジでたまらん。すごくいい。かっこいい。甲冑戦士。それではまた次回、次のね、CCP シリーズの開封レビュー動画でお会いしましょう。みんなもぜひ、ゲットしてください。今ならそんなプレミア、いや、どうだろうな。高くなるかな。プレミアム価格になったらかなり高くなりそうだ。今なら1万5、6000で買えると思うから、ぜひね、ゲットして、前のやつも多分あったとしても高いと思うんだよね。昔のって結構高くなるじゃん。だから前のアドベントバージョンも高いと思うけど、ちょっと探してみるわ。ちょっと比べてダブルでやっぱ並べたいよね。個人的に甲冑星人マニアとしてはさ、鎧をまとって鎧星人。たまらんよね。防具星人だからな。防具星人じゃなかったら1個でもいいんだけど、やっぱ防具星人はダブルで欲しいから、ちょっと探してみれば高くつくかもしんないけどね。昔のだからしょうがないよね。みんなも今のうちなら普通に定価で買えると思うから、ぜひね、ゲットしてみてくださいという。まあ、1万7000ぐらいかな。ちょっと高くなるかもしんないけどね。わかんないけど、まあ、その分の価値はあるよね。まあ、2万円の価値はあると思うから、2万出しても全然いいと思うわ。めっちゃかっこいいもんな。ずっと見ていられるわ、この回転。防具星人の回転。たまらんな。めちゃめちゃ最高だったね。特徴的なこの口元、俺大好きな、この口元。こいつ口元特徴的なユニークなんだよね。それもちゃんと再現されてて。ウェザリング彩色が映えててね。いやー、いいね、この汚い感じが。たまらんわ。大きさはもう本当にね、十分だね。これぐらいでかいと。まあ、もうちょっとでかくても俺的には嬉しいんだけど。でも小さすぎないか。まあ、小さくはないから全然 OK だし。いや、かっこいいなぁ。もう一個買ってもよかったもんかも、これ。これ、二つ買っといてもよかったかもな、防具聖人。すげぇ、最高の出来だったわ。硬そうだしなぁ。劇中だとこの肩のパーツがペラペラプリプリしててね、すごい柔らかそうでね、気になるんだよね。甲冑聖人なのに。絶対、まぁ、硬くしたら動きにくいからだと思うけど、でも甲冑聖人だから、硬くしてほしかった。硬そうに見えてね、欲しかったよね。甲冑聖人だからさ。